このシーンちょっと私頑張ったから見てほしいとかここちょっと、うん、ちょっとあれだけどいいから見てっていうそういうシーンちょっと一つずつ教えてもらえますかねシーンじゃなくてもいいんですけれどもとにかくおすすめ時盤さん。そうですね私的にはやっぱりこのヤングチーム3人の。 時代が本当に素晴らしいんですね。で私たち三人はこの時代があるから、そこから見事にバクトンを渡せてもらえたからこそその後を生きることができたので、本当にこの青春キラキラした青春を見ていただきたいです。ああなるほど。あねちょっと一言伝えるとねこの三人はあの高校生組から撮影始めたんですよ。そしたらこの大人組の三人がちゃんと自分たちの若い頃の芝居を見にね。 事前に来てくれたんだよね偉いなと思ってでそれをやっぱりね芝居のこうトーンとかが違うといけないからっていうのでみんなちゃんとねねうん、はい、そう <laughs> そう三人とも来てくれてやってるので見ていてね皆さん絶対違和感なくね見れるようになっていると思いますねはいではみささんはどうですかでも本当に不思議なんですけれどもまあヤングチームと顔が似てくるっていう <laughs> あの吉根さんと時川さんは、うん、ほん そっくりだったんですよ。今はねなんかはもう違くなっちゃったかな。でも本当に撮影中ながら、私も笑れながらそっくりだなって。ね。で二人でちょっと写真撮ってみないって言ったら本当にそっくりで。ね。あこ失礼かしら。びっくりさ。それはね。そういや二人だけじゃなくてそれぞれ見たねなんか共通するものがあってね。そうですね皆さが似てて。うん。 そうなんですよね、はい、あとはですねやっぱり太田組を愛する方たちがたくさんいらっしゃって本当になんかこう映画館のシーンなんてあの来てくださった方も分かると思うんですけれども皆さん長い間お疲れ様で長い時間、ね、<laughs> ずっと座ってらっしゃいましたけどでも。 みんなで作り上げた感じの、なんか今もこうやって、皆さんを見てると。あの最後のシーンが。思い描かれて、すっごいなんか今ちょっと鳥肌立ちました。なんか。あのところをちょっと思い出しました。はい。なんかそんな感じするよね。あの場面の続き。あの場面の続きな感じがして。しね、なんか。うん、ありがとうございました。<laughs> はい、ありがとうございます。では。牛田さん。 そうですねあの実際あの撮影自体は私たち一日だけだったのであの3人揃ったのは1日だけなのに、まあ、本当にあの見ていただくと分かるんですが深い古いお友達感が溢れていてですね全く本当に私たちもその世界に入り込んでいたっていうのが、まあ、このおのお 映画の中で私たちにとっても大きな収穫だったなっていうのは終わった後に話をしましたけども不思議な感じを体験したそしてそれを皆さんはこれから見るという感じですけどどどどこことは言言ええなななないいけけのかど <laughs> でもあの本当にそれはそういう思いがあったっていうのを思いながら見ていただくとまた皆さんの心に感動もあるかなって思うので楽しみに見てください。 はいえー、では高校チーム、えー、吉野さん、はい、見どころはそうです、ね、あの映画を作るんですけど町の,の方がたくさんの方が協力してくださって皆さんで踊ったりとかいうシーンもあるのですごくその皆さんで作った映画だと思っています。なのでこの参加してくださった方は 自分がどこにいるかなって探してくださってもすごく面白いと思いますしなんか街の方は本当に楽しんでいただけるのかなとも思うんですけどあのたのなんだろう私たちも撮影してすごく楽しかったのでその楽しさが皆さんに伝わるといいなというふうに思っています。 本当にヤングチームは本当におはようからお休みまで本当にずっと一緒にいまして、うん、あの本当に撮影しててご飯食べててお風呂入ってもずっといましてそのほん本当にその撮影期間が本当にあの素で楽しくてですね、うん、楽しませていただいていて本当にその撮影の楽しさがそのまま映画に伝わって皆さんに感動やら。 楽しさやらそれを伝えればなって伝えうん伝わればなと思って伝えればなと思いますはいあの楽しんでくださいはいでは m u m さんはい、えー、私は映画研究部の中でカメラマンの役だったんであの8ミリカメラを実際に回して撮影をしてたりとかあの映写機もちゃんと自分で回したりとかしてたんでそのシーンはすごく緊張したんですけどそのここにいらっしゃるかわからないんですけどスリラーのシーンで 踊ってくださってる皆さんを私が撮ってたりとすごく私もカメラマンとして楽しいシーンがたくさんあったのでいろいろ注目してみていただけたらなと思います。はい。はい。えー、っとねもう時間が来てしまったようなのでじゃあ最後東京さんまとめてくれるかな。まとめてくれるかな。<laughs> 託されました。<laughs> はい、託します。<laughs> えっと八十三年という時代は。 えと今よりは少し不便だったかもしれないですけれどもでも確かにその時代はあってで心はとっても豊かだったように思いますその時代にこの映画を見ることによって振り返って戻ってもらえることができたらなと思いますぜひ楽しんでくださいありがとうございます。 大丈夫ですかはい皆さん、よろしいですか、はい、はい。ありがとしてないんで。 辛苦了！